一応ここら辺でいいんで。こっちの方が広いっていうのは、あのあれですね、ここの上あるじゃないですか。はいはいはい、ここが今ピン刺してるキピンの方っていうのが、あのアンチの寄った時に、うん、上側って、まあ、この赤ピン、赤からこの白があるじゃないですか。赤からこの赤の今のリングのとこと次のリングですね、はいはいはい、予想リングの、うん、この広さがある分敵のパーティーがこっち側寄ってきやすいんですよ。どういうことかというと、こことここだとやっぱりこれだと1パーティーしかいないじゃないですか。もうこの隙間っていうのは入れないですね、 だけどこっちからここだと大勢のパーティー来る可能性あるんで、そうなってくると基本的に絡まれやすいポジションが、まあ、ここら辺なんで、空いてるんだったら今みたいにこうやって来ますけど。すごい、あ、本当だ、来た。あいつら多分だからやられる可能性あるわけですね、うん、上のパーティー。そうですね、ぐちゃぐちゃするんで、うん、だったら先にそのリスクを減らすと。スキャン入れていいんすか、こういう時。あ、いいっすよ、全然もうガンガンもう回り、うん、回りましちゃって。スキャンって自分たちの位置に追われるじゃないですか。まあでもこもってるからいいんじゃない。